はい、じゃあこんばんは。こんばんは。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、もう今日施術が終わっちゃいましたけども、今日2回目のご来院ということで、前回は2週間前ですよね。大丈夫。そうですね。いただきました。今日はなぜその2回目、うん、ご来院いただけたのかなっていうのをちょっと教えていただけるといいかなと思いまして。そうですね。まあ前回、はい、今と浅井さんがおっしゃった通り、まあ、2、3週間前ですかね、来させていただいて、まあ、その当時は本当に全身、まあ、腰をはじめ全身、まあ、凝りからくる、まあ、痛みで、まあ、非常に悩んでて、来させていただいたんですけど、まあ、その際にですね、浅井さんの整体で、まあ、その疲れだったり凝りだったりというのが軽減できたっていうのが本当に手に取るように分かったので、でそこからまた数週間経った今、まあ、そのまた仕事後疲れにからくる、まあ、痛みで、まあ、また疲れ始めてきてたので、まあ、前回の経験もあり、まあ、2回目また来させていただこうと思いました。 ありがとうございます。もうで今日は本来なら、まあ、施術前の感想っていうのでいつも撮るんですけど、もう終わってしまっちゃうので、まあ、一気にいっちゃいますけども、まあ、今日施術、そうですね、今日どういう悩みがあってご覧いただいたんですか？あ、そうですね、まあ、前回もお伝えさせていただいたと、まあ、同様なんですけど、まあ、腰メインで、あと全身ちょっとこう張りだったり凝りだったりっていうのがまたこう出てき始めてたので、あ、うん、で、まあ、そちらの方を、まあ、改善させてしてもらえたらなと思って来させていただきました。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、まあ、まあ今日も実際も施術終わっちゃいましたけども、今日の施術の感想をですね、教えていただけると。はい、あ、今日ですね、やっぱり、まあ、前回はその、まあ、腰が一番ひどく痛くて、まあ それ以外でも全身疲れてるよっていうのは、まあ、前回、まあ、浅井さんにお伝えさせていただいてたんですけど、やっぱそちらの痛みどうがこの人が疲れやすいんだなっていうのをしっかりやっぱ把握されていて、もうなんか、まあ、最初には、まあ、今日2回目来た時もお伝えさせていただいたんですけど、まあ、浅井さんもやっぱ体を触りながら、まあ、どこが痛いんだなっていうのがちゃんと把握しながら、まあ、なんか整体していただけたんで、でやっぱりこう終えてみたら、まあ、その腰だったり全身、まあ、本当に痛みだったりこれがまだなくなってきてるんで、なくなったんで、あ、本当に良かったなと思っております。今日は本当に気持ちよく帰れそうですね。はい、ありがとう。今日は本当にもうなんかありがとうございました。いやこちらこそ。いや本当にまたこう数週間後このぐらいのスパンで、ちょいちょい来させていただこうかなと思っております。あ、本当ですか。はい、もうぜひじゃあよろしく。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。します。ありがとうございます。